BTS が6月16日にリリースする BTS The Best のジャケット写真が公開となった。 BTS 劇場版シグナル長期未解決事件捜査班主題歌を担当。象徴的なロゴが目を引く通常版デザインに加え、各形態ごとに違う表情を見せる BTS メンバーが目を引く。ベストアルバムに収録される新曲で、4月2日0時に全世界同時配信リリースとなったフィルムアウトは、現在公開中の劇場版シグナル長期未解決事件捜査班主題歌でメンバーのユングクックが楽曲制作に参加し、バックナンバーと最高のコラボレーションとなった日本オリジナルのバラード曲。全世界同時に配信されるや、日本、アメリカ、イギリスなど99の国と地域の iTunes トップソングで1位を獲得、4月6日11時時点したほか、 LINE ミュージックやレコチョクなど日本の主要配信サイトでリアルタイムデイリーウィークリー1位に輝いている。さらにイギリスオフィシャルシングルチャートでは73位にランクインし、BTS の日本語曲として初となるチャートインを果たした。配信リリースに合わせ、YouTube 公式チャンネルで公開されたフィルムアウトのミュージックビデオはすでに8300万再生を突破している。BTS 第63回グラミー賞でダイナマイト披露も話題に。BTS は第63回グラミー賞ではベストポップデュオ・グループパフォーマンス、ベストポップ・デュオ・グラップパフォーマンスにノミネートされ、授賞式ではダイナマイトの単独パフォーマンスを披露し話題になったばかり。ベストアルバム BTS The Best にはダイナマイトに加えフィルムアウトが初収録されるほか、2017年からの4年半の間に日本でリリースした作品を網羅しており、 BTS の輝かしい軌跡を振り返れる手に取りやすい一枚になっている。